どん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 お金を搾取されるっていうことが多々あります。こんにちは、不倫解決カウンセラーの川村です。はい、今日はですね、浮気不倫、探偵選びの5つの基準ということをお伝えしていきたいと思います。まあ、この時期、この6月7月ですね、めちゃめちゃの調査に関する問い合わせがものすごくあるんです、私のところにですね。川村さん、あの LINE 公式にね、あのよく登録してくださった方が私に質問をくださるんですけども、川村さん調査していいんですかと、調査会社にいたらこんな風に言われたんですよ、あんな風に言われたんですけども、これはどうなんですかというご質問をたび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 この時期いただきますので、今日はその調査についてね、私のまあ川村データから、私の目線から見たこういう調査はちょっと危険だよ、こういう探偵さんは危険だよということをお伝えしていきたいと思うんですけども、まあね、私たち妻側もしくは旦那さん側っていうのはやっぱりその、浮気をね、パートナーの浮気を疑うと、まあ、人間というものはやっぱり白黒つけたい衝動に駆られますよね。で、私も同じくやっぱり白黒つけたいなって思ってました。で、思ってたし旦那さんに問い詰めてね、ちょっとまあいろいろ修羅場があったんですけども、そういうね、人間というのはやっぱ白黒つけたいとか、頭の中に疑問符が浮かぶと、それを、どうなのか、本当なのかどうなのかということを調べたくなるもんなんですよ。で、それをね、一度考え出すと、人間の思考なんですけども、一度考え出すとずっとそれを考えてしまう。昨日考えたことは今日も考えてしまうし、今日が考えたことは明日も考えてしまう、答えが出るまでっていうことが、まあ、多くの現象が起きてですね、そういうこう頭の思考の、思考回路がこう動き出すと、それをどうしても白黒つけたくなってしまうんですよね。で、その白黒つけたいなと思った時に、目の前に飛び込んでくるのが、調査をするのかどうなのかっていうことが頭の中に浮かぶんですよ。で、そうなるとやっぱネットですよね、今の時代。例えばパチャパチャ検索して、検索するわけですよ。なんか旦那の浮気とか、夫の不倫とか、妻の浮気とか、恋の状態は浮気なのかどうかっていうことをネットで検索すると、そこに広告でダダダダダダダって出てくるのが調査会社の名前で、調査会社のホームページがたくさん出てくるんですね。で、それを見てるうちに、やっぱり調査した方がいいのかな、どうなのかなって言うて思ってしまうのは人間なんですよね。やっぱそういうこと書いてるから、いろいろね、調査に、ああいうこうランディングページって言うんですけども、ああいうページっていうのは、調査をしたくなるような、そういう記事がバーって書いてあるんですね。で、それをずっと読んでると、それは人間ですから、やっぱりこれは調査をしたらいいのか、しないといけないのか、しないとまずいことになるのかどうかっていう風な気分になります。で、そこに書いてある電話番号に電話して、もしもし、私調査しようかどうか迷ってるんですけど、今旦那の状態がこんなんなんですけど、どうですかね、どう思いますかって言うと、調査会社の人が、まあ、決まっている言葉が、まず一度事務所の方にお越しになっていただけませんかと、そこでお話を聞きますよとか、もしくはカウンセラーさんがいる、探偵さんの事務所だとね、やっぱり、カウンセラーさんに、まあ、あの無料でねお聞きする、その無料相談は無料なわけですよ、そういうところは。で、無料相談に今日来られませんかと言って行きます。そしてカウンセラーさんに話を聞いてもらえます。無料で聞いてもらえる、やった、お金が浮いた、カウンセラーさんかからないと思って行きます。そしたらそのね、カウンセラーさんから、まあね、言葉巧みに調査を進められます。それで、まあ多額なお金を支払ってしまったということが、私もこの9年間でたくさんたくさん聞いてきました。調査が悪いという話ではないんですよ。お金を搾取されてしまうっていうのが悪いってことなんですね。だから調査をする目的とかいうものがはっきりしてるんだったらいいんだけど、ちょっと仮に調査してみましょうねとかいう探偵さんも中にはいます。います。残念ながらいます。もしくは、まあ後でまた言いますけども、一回調査してみませんかと、それで白か黒か分かったら、それで本格的に調査したらどうですかとかいう探偵さんもいます。
ということで今日は、一番大事なね調査をする目的の話が、それが目的が明確であるんだったら調査というのはいいと思うんですけども、まあ、今日の動画をね最後まで見ていただくことで、その調査をする目的と賢い探偵選びのコツということが分かって、間違った夫婦関係修復をしなくて済みますよということをお伝えしていきたいと思います。なので自分なりにね、その私は調査やりたいんだと、絶対にそこじゃないとそこ始まらないんだっていう方はここでアウトしてください。はい、なので、正しい夫婦関係の修復、私は離婚したくないっていう方はぜひ最後まで見てくださいね。ということで早速、探偵選びの3つのポイントということをお伝えしていきたいと思います。まず1つ目ですけども、1つ目が調査費用が明確であることですね。でこれね、調査会社によってその話の進め方が違うんですよ。その戸惑ってるクライアント様にこう言うんですよ。調査会社って疑ってる時間がしんどいですよね。その時が一番人間の中でストレスを感じるんですよって言います。はい、でだからがっつり最初から調査をするっていうことが不安ですよねと。じゃあさっきも言いましたけども、一回調査をしてみましょうと言って、1回の調査と安いんですね。例えば1時間だいたい相場が2万円と言われてますけども、1回の調査、旦那さんが出てった日の本当に会社行ったのかどうかとか、例えば女性に会ってるかどうか1日調べてみませんか。1日だけだったら、数万円でいいですよっていうふうに入り口のハードルをすごい低くして調査を1回させます。そうするとこれが一番危険なんですけど、人間の心理なんですよね。1回お財布のパチって開いてしまうと、1回この旦那さんがなんか怪しかったり、なんか、これ以上追えませんでしたとかいうことで終わった場合には、もうこれね、次から次へともう一回調査してみましょうか、もう一回やった方がいいんですよ、これはどうですか、ここまでやったらもうちょっと調べてみませんかとか言って、どんどんお金を搾取されるっていうことが多々あります。で気がついたらもう200万とか300万総額がなってて、定期預金、子どものために積み立てておいた定期預金がなくなってしまったということもお聞きします。まずこの調査会社の話の進め方が違うということ、これは一つ目ですよね。でもう一つが、最初にねカウンセリングシートを書いてもらうってパターンですね。でシートを書いてもらったら何がまずいのかというと、その方の世帯年収、世帯収入というのを見られます。でそうすると、調査会社によってはその世帯年収によって、調査料金というのを向こう側で勝手に決めてしまうって感じ、この人からはいくら取れるだろうなっていうことで、高く設定をするっていう、最初から高い設定をして不安を煽らせて、で高い、例えば300万とかね、最初から300万の契約をさせる、そこまで必要がないのにもかかわらず300万の、契約をさせられるっていうことも私の前のクライアント様の中にはいらっしゃいました。まあここはね、有名なネット広告によく出る、調査会社さんなんで、ここの公の場ではそれは私はあまり言いません。営業妨害とか何言われても嫌だし、それが正しい場合もあるわけだし、だから全てがその正しいとか間違ってるとかいう場合ではない。必要じゃないのにそこまで最初から300万400万の契約をさせるということが、私はちょっとおかしいなって思ってることなのでちょっと言いました。であとパック料金ですね、何十時間パックとかいうのがあるんですけども、そのパック料金の他にかかる経費があるはずなんだけど、最初にその経費の話をしない、でパック料金を安く感じさせて、後からその経費っていうのをもう莫大な料金を請求してくるっていうところの調査会社もいます。でもう一つが、調査人数を言わずに、今日はね、今日こういう調査をしましたと、でその中で、調査人数が足らないから3人にしましたって後から事後報告してくるっていう調査会社もいます。で、調査の人数っていうのがね、正直言ってこっち側からは分かりません。一人で警察その調査してるのか、それとも2人で調査してるのかっていうのが分かりません。
だけどそこを調査員をね、こっちの承諾得ずに増やしますよって、増やしましたっていう事後報告もあります。でこれ調査費用とか調査内容が明確じゃないところっていうのは本当にお金を搾取されるっていう可能性がありますので注意してください。次2番目は、調査をするメリットと、リスクということを明確に教えてくれないということですね。で調査はね、これやっぱり人間がすることです。人間が動きます。なのでリスクっていうのもあります。そのリスクっていうのは例えば旦那様がすごくその調査に関して、敏感だったりとか奥さんが自分のことを疑ってると思われてる、で思われてるから調査をされるかもしれないと思ってる旦那さんっていうのはものすごく注意深いんですね。だからまあ前聞いた話で言うとなんか変な動きをする、電車に乗ったり降りたり電車に乗ったり降りたりっていう動きをしたりとか、例えば喫茶店に入りましたよって言った時に喫茶店の一番奥に座ってこう入り口が見えるところに座ってるとか、言ったらこうその人の自分がつけられてるんじゃないかっていうことをもう本当に想定した中での調査とそうじゃない場合の調査っていうのは全然調査の難易度は違うんですね。うん、だけどもその調査はまあ言ったらその旦那さんの状態によるんですよ、はっきり言って、だけどもそういうリスクを言わないとかね。であとはどこまで求めるのかっていう、そのクライアントさんがどこまで求めるのかということを確認してくれないってことですね。だからとりあえずしましょうとか、絶対にこれはやってた方がいいですよって、やってたことは方がいいですよっては言うけども、なぜやってた方がいいのかっていうことを明確に教えてくれない、とりあえず白黒つけましょうとか、もうこれも一番最低ですねというところが私はまずいかなと思います。あとは金銭的リスクがあります。慰謝料請求をする場合としない場合っていうのは調査に求めるものっていうのはやっぱり違ってくるんですねと私は思ってます。他のカウンセラーさんとか調査会社がどういうか知らないけども、私はそう思ってるってことです。慰謝料請求しない場合に例えば女性のね住所を特定するとかいうことって私はあんまり必要ないんじゃないかなと思うんですよ。だって調査をして大体もう女性に対しての不倫女性に対しての慰謝料請求のその期限っていうの時効っていうのがあるんですね。で慰謝料請求をするつもりがないんであればそこはいらないと私は思ってるんですね。そこのところは私も詳しくねカウンセリングとかオープンカウンセリングオンラインクラブの中でご質問いっぱい受けるので、そのことに対してその状況を聞いた上であこれはこうですねっていうことはお伝えしますけども、それ以外のことであればちょっとこういうところで、ね、ちょっと軽くしかお伝えできませんけども、だからお守りとして離婚しないためのお守りとして持つものなのか、それとも慰謝料請求ちゃんと責任追及をするための調査なのかということは調査の中の調査の仕方が違ってきますからね、そこも明確に教えてくれなかったりします。する調査会社は私はやめた方がいいんじゃないかなって思います。で次3つ目、連絡が取れる手段があることですね。これは私が使っている調査会社さんっていうのはとてもねいい調査会社さんなんですね。いいというか私の中で納得できている調査会社ということです。そのことを調査会社が 120%、200% いいよっていうことではないんだけども、私の中で納得できる、ラインだよねっていうことなんですけども、そこの調査会社さんっていうのは連絡がねすごく密に取れるんですよ。探偵さんと探偵会社さんの社長さんとクライアントさんと密に取れます。だからとても信頼関係がよくできているところなんですね。だから私が紹介させていただいたクライアント様とかがよく言われるのが何々さんによく私の話を聞いてもらったんですとか、すごく感謝をされる、紹介をした私の方が感謝をされる、こういう探偵会社さん紹介してくださってありがとうございますとかね、いうふうに言ってくださるところって本当少ないんですよ。マジで本当に少ないの、マジでとか言っちゃった、ので探偵さんとの連絡が取れるところ、それの探偵さんとの連絡が取れる取れないっていうところもねリスクもあるんですけども、そこの探偵会社さんっていうのはそのリスクさえもクライアント様にお伝えして、そこを納得した上で連絡っていうのを取ってくださるところではあります。あと急な対応が可能か否かっていうところですね。やっぱりその旦那さんがね今日絶対こいつは女と会うはずだと
不倫妻が絶対に今日は男と会うはずだと、今日は勝負パンツ履いてたと、あいついつも毎週の金曜日には赤いパンツとブラジャーをつけてるとかね、そういうふうなものがあるときに、なんか金曜日今日なんか怪しい飲み会があるって言ってたって言ったときにすぐに調査ができなかったら、ちょっとそれはね、残念だったりしますので、まあその急な対応ができるか否かっていうところも一つは関係してきますね。あと調査の方向性を教えてくれるか否か、さっきも言いましたけども、今こういう調査、こういうあなたのケースの場合はこういうふうなことを準備した方がいいと、でだったら、この旦那様はこの日にこう行くんだったらここに調査を入れましょうねとかいうとこの調査会社だったらとてもいいと思うんですね、じゃなくて調査会社さんの都合で、調査会社によってはね、調査会社の都合でそこに、調査が入ってない、でも社員が余ってるっていった場合に、その日に、とりあえず土日調査をしてみましょうかとか、で旦那さんの様子を追ってみませんかとかいうふうに自分たちの都合で調査を入れる調査会社があります。その日たまたまキャンセルが出てたから調査員が空いてるからそこに調査を入れるって言った場合ですね、いうとこもありますから、そういうとこはもう本当論外ですよね、ということで、今日はねちょっと簡単に3つ、浮気不倫探偵選びの5つの基準ということをお伝えしていきましたけども、ちょっと繰り返しますね。ポイントなんですけども、1、調査費用が明確であること、2、リスクとメリットを明確に伝えてくれること、3つ目、連絡がすぐに取れる手段があることっていう、この3つっていうのは私の中での最低条件、最低クリア、私が調査会社を紹介する上での最低条件ということで私が設けてるんですけども、そもそもね、ここおまけトークになりますけども、そもそもその調査ってね、必ずしも旦那が浮気をしたから、奥さんが浮気をしたから必ずしも必要かっていうとはそうではないと思ってるんですね、でなぜそうではないかというと、やっぱりその調査会社で調査を依頼したら、リスク、最大のリスクっていうのはその調査資料を見ました、で旦那さんが、奥さんが自分の知らないような笑顔で女と、笑い合ってるとか、こうカフェでねこうやって笑い合ってるとか、あとはなんかこうラブホテルに入る瞬間とかね、あとキスをしてる写真とか、そういう写真をやっぱり目の当たりにしてしまうと頭の中に記憶として残っちゃうんですね。もうそれが強烈な記憶として残っちゃいます。でその強烈な記憶が夫婦関係修復する上で何年も何年も何年もトラウマとなって、何かしらイメージとして出てきてしまうんです。例えば地名であったりとか場所であったりとか、あとその名前、ネーミングですよね。不倫女性の名前を知ってるだけでその記憶っていうのも残ってしまうんですね。でやっぱり顔を見てしまうと、それに似たような顔が街で出会うと、やっぱり人のああいう顔してたのねっていうことで記憶が呼び起こされてしまうんですよ。でそれが調査の最大のリスクなんです。なのでそこの部分を理解した上で、そういうものがあるってことが分かった上で覚悟して調査をするっていうことの是非っていうものを、自分の中で自問自答して、で実行していただきたいなって思います。はい、ということでこの動画では、旦那様の不倫、奥様の不倫に対してどうやったら夫婦円満、家族円満になれるのかということを中心にお伝えしております。もしよかったらチャンネル登録、あとコメントの方よろしくお願いいたします。それではまた。